はい、今日も来ましたこの戦場ということで、どうもこんばんちゃいすげーです。はい、今日もガンダムバトルオペレーション遊んでいきたいと思います。ということで今日使っていく機体はホットスクランブルでございます。さあ行きましょうかツイッターが帰ってきたまあさてさてさて D に行こうかな。敵の8番が止まっているっていうか、多分ちょっと赤い人がいたんで、赤い人がいたのでもしかしたらそういうことですよね。解散的なあれですよね。さあ中継取るのが私のお仕事でございます。うん、まあ腐ってもこの機体基本主義だからね。腐ってもって強いんだけどただその言葉が言いたかった私でございます。うますぎる。申し訳ない。あのガーベラテトライスゲが一つ思ったのが、結構装甲神じゃねって思う節があるんですが、どうなんですかね。あの乗ってないし、ちょっとステータス見てないんであんま分かんないですけど、そうなのかな。さあ敵さんの10番が抜けていく感じかな。うん、 D に向かってますね。OK、 いただき、さっきからもうおっと、恐ろしい。ん？何かと戦ってるのか。いけ！ウフー！のー！あと一発！やばい。なんかいるよね。透明な何かがいたよね今ね。狙うぞ。あ、俺狙われてる。おー、危ない。見えない見えないその太陽はちょっとね、卑怯だよそれ。武蔵のやる戦法だよそれ。逆光をね利用してね、佐々木小次郎にズシンみたいな。あーだだびっくりしたこれがあのかの有名なガベちゃんか。ちょっと動きがあれだけど、あ、またそうやってまたそうやってあの戦い方をしようとする。あ、いけ、あちょっと待って、くミスケ悲しい。ちょっと油断したら。さて、まあ敵機でも倒せば終わりでしょう。あっこ面白そうだな。あれはあっこ行くか。終わりだ。囲まれていく。終わり。ウフありがとうございました。どうもハイエナのイスゲですでもあの状況ね、あそこ1体倒せば終わりだったんで、まあ間違いではなかったんじゃないかな。あそこで
ジャスティスと戦うのも良かったんですけど、多分やられてた可能性があります。はい、ジャスティスは強いですからね。しかも最近よくやられるんですよね、ジャスティスに。冬のブーメランにやられるんですよね。さあ、ということで、ありがとうございます。敵さん誰だろうな。10番さんかな、9番さん、10番さんかな。さあ、ということで、成績の方、撃破5、爽快2、アシスト1、選挙6。はい、今日ね、使っていったこの機体が、ホットスクランブルの機動強化1、まあ、レベル3なんですけど、やっぱブーストが足りないのが否めませんね。起動5だと相当強いと思います。起動1だとやっぱりブーストなくなってやられるっていうのが、はい、もう目に見えるというか体験しましたね。何試合かやったんですけどね、やっぱりブーストなくなってやられるっていうのが多々ありました。はい、なんであんまり良くないね、やっぱ微強化っていうのは。ってことでダメージ統計見ていきましょう。せーの、ドン。微妙だねまあちょっとハイエナっぽいのがね、いっぱいあったんで、それがそのせいだね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。次はゲームバイバイ、お疲れ様です。